行ったら PP あんのに、それも考えないで、に、偽物の木し、偽物の木だないし、どっちに確実にどうなるのに、そこ行かない村っていうのはもうあきれるよ、もう。安定あなたの役職は人狼。いや、もうやりたくないんだけど、本当によ。夜が更けました人狼に気をつけ、人狼のを行ってください。 おいますはいお願いしますはい寒い <laughs> まあ適当にやって早後終わらせれば消化消化試合だ本当ト役立たずの3試合の村があってオオカミ3試合させられるってもうイライラしてくんだけど本当。安定ん進行取れねえ村とかよ決めきるしい村とかあってもうどうして勝つんだよ のプレイヤーが発言しますはい、そうですね私騎士なんでかまれますんでまあ、とりあえずスラとかアーマーねバンバンしてね狼オ,オ困らせてほしいですそういうゲームなんでね狼オ,オに濁らしてね惑わせてそして村が勝てばいいと思ってるんでねええー、どんなテレモ使って勝ちましょうようん。えー、ということでね私かまれますんでねトリックにちゃんと精査してねまあ村勝ってください以上ですはい6番のプレイヤーが発言します まあ、5番が本当に騎士だったら何を考えて騎士をしてるのかなってちょっと疑問に思いますね。うん。盤面も占い師も出てないのにさ。うん。まあ、<laughs> かも、もう、うん。って感じですよ。本当にね、うん。無駄がない行動をまずね、5番化してくれてるなって思って、新騎士だった場合だったら、ね、はい。それぐらいですね。七番。 のプレイヤーが発言します。うん。いや、さすがに5番さん新吉はないでしょうというところ。で、まあそこはまあ、うん。まあ5番さんのムーブちょっと怪しいなとは思うけど、まあ、まあそういうムーブする人なんだなって印象。で、6番さんは5番さんが、な、うんと何だったっけなんか、怪しいムーブしてくれてるなっていう発言。これなんか人外の発言っぽいなと思った。なのであまあ、 ちょっと人外っぽいなという印象。ただまあ、5番さんが新騎士の、新騎士だったらっていう話をずっとしていたからまあ、5番さんのことを新騎士で素直に見る。まあ、ここは素直な人なんだなっていう印象があった。2周目頑張りたいと思います。どうぞ。番ーん、まあ、あのー、あれでしょ。5番さんって、 私噛まれますからっていう噛み位のアピールされてるんで、おそらくアーマーだと思います。ってほぼアーマーだと思う。それに対して、人狼でそれを多分やらないと思うし、あっても強人だと思うので、新騎士さんは、あのー、5番に乗せられずに出ないでください。はい、どの道ち噛み位は5番、もしくは霊能になると思います。なんで、えー、後から出てくる騎士を新騎士だと思うので、 明日出てください。今日は出ないでください。そんなとこですかね。あと、まあ、五番さんすらしないでくださいね。しっかり構われてください。以上です。あ、自分、引きしじゃない。あの、引きしすかしときますね。引きしじゃないです。9番のプレイヤーが発言します。え、あの、五番さんに対して思ったのは、五番さんの引死し,しをうんぬんではなくて、その後の発言で、 どんどんすらして、村を混乱させて、えーあのー、人狼を惑わせましょうっていう話をしましたよね、そこがポイントですよね、うん、その考え方に対してアンサーを皆さん答えないといけないと僕は思いました、僕は村すら役すら、アーマー村が混乱して、精査が鈍るので、えー、絶対にやめていただきたいという立場です。はい、その発言をしてほしいと思いましたけどね。 うん、役に関してはどうかどうかっていうのは、6番、7番さん、それはいいと思います、もう。印象いい悪いしかつけられないから、それに対して8番さんはしっかり、えー、自分の意見というかね、5番さんの、あのー、発言に対する精査を,をしたので、僕は8番さんは白く見てます。6番、7番さんはほとんど色を取ってないという一1番のプレイヤーが発言します。 はい、えー。私が新棋士です、えー。5番は偽です。で、まあ、9番が8番とか5番に拾ったよそって、あんまり良くないと僕は思ってるかな。多分その考え方でみんなが言ってしまうと、5番の取った行動乗りって多分成立しないと思ってるから、5番のやってる行動に乗ることで、えー、ムラりが起きる可能性があると僕は思ってる派なんでね。9番とは思考が合わないなと思ってる。えー、私が新棋士ね。以上。 2番のプレイヤーが発言しますえっと疑問を持ってます8番さんがほぼアーマーだろうというふうに見るのはいいんだけど僕個人は1周目でもし騎士が出るならトップ1だけは一応ムラりがあると思ってる人あの盤面すっきりさせたいって考えてる騎士だったら初っぱなの初手位置だったら出ていいと俺は思っている。 ただ、9番さんの指摘してる通り、どんな手を使っても勝とうとか、そういうところっていうのを678は気にならなかったのかなって思ってるんだよね。だから、僕は9番がやっぱ白いし、76っていうのは、安直な叩きを入れてるとしか思えない。8番さんのようにアーマーとかそういう資産もなく、ただ叩いてる人って思ってる。 そんな感じですね三番のプレイヤーが発言します三番ですよろしくお願いします聞こえますかよろしくお願いします、まあ、どんな盤面になるかわかんないですけど例えば五一が騎士で確定して占い一角とか霊能一角という盤面になったらクロス声をしていけばいいんじゃないかなと思います二番さんに言うと六、まあ、番さんはムラリがないという評価をしているから五番のやってることに対して えと何だろうな、2番さんはさ、騎士,だ騎士で盤面詰まらせたいと思うんだったら出ても構わないって言ってるけど、それってさ、2周目でいいじゃん。2周目出る必要って、何のメリットがあるのそれをね、しっかり、えー、と根拠を立て、根拠立てして、しっかり説明しないと、多分ん6番は納得しないよ。えー、8番は、その段階で、えー、とア,ーマーをアーマーを匂わせさせて、スムラを透かすメリットが一つもかけらもないかなと思っちゃった。強人なんですかと思った。 えっと、9番にも言いたいけど、まあ、言えないわ。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。えー、占い師です。えー、また、たら、だか9番、白で出てます。乱白ね。この確率って、まあ、さっき言ったけど、メタになっちゃうからあれだけどね。すごい確率だなと思って、笑っちゃいました。で、えー、っと、多分5番さんはすらするんだろうなと思って、えー、言ってたのは7番さん言ってたのかな。 で、6七番さんが結構叩かれて現状釣り値に上がってくるのかなと思っていますが、えー、まあ、2番さんの、<laughs> うん、なんか1周目のそのポジションに出てくるのが正しいっていうのは僕はちょっと意味は分からなかったです。ごめんなさいね。技術がついてます。ったところで、1番さん新棋士だったんだったら、えー、出てこなくてよかったかなと思っている。えー、8番さんが言ってたかな、か、う、な、ん。 はほぼアーだからってところでまあ出るタイミングは、えー、まあさんに任せますけどねいったところ、えー、れいのさんは、えー、出てほしいなと思っていますこの位置なのでね頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします五番のプレイヤーが発言しますはいえー、これ平和村でいいんですかあれそうなんですかうんとれいのが一ちかしたれいのがクロスの指示出してください えー、頑張れれば真に判明します。はい。1の偽世分かります。手差しなくてもいいでしょう。苦労すればいいんで。2、四だよね。どっちかに、いるって、やるっていうのが普通の進行です。あ、例のに任せます。まあ、まあ私はこんなだから多分出てきたんでしょう。この恥の言う通り、あなたが一番が真気中を名乗るなら出なくていいでしょ。私が頑張れるかどうか見ればいいんだから。 ということなんですよ。村があ、あのー、2番目出た方を真と取るのに、わざわざ、えー、わわ1番が真だと自称して出ることはおかしい。っ、う、て、ん、ことなんですよ、うん。だからこういう動きが変なんですよ。私らは理にかなってるんですよ。精査を楽にするためって言ってるのに、私の精査入れてる村は何考えてるんだろうと思ってる。勝つ気あんの。精査しなくていいから、クロスすればいいんだよ。芸能が指示して。うん、6番のプレイヤーが発言します。 2、4ね。2、4だったら俺は2番の方が似ちゃうと思ってるよ。2番がわざわざさ、ね。潜伏する理由が何がある ?1 番、5番で騎士が出てて騎士にも刺さってないよね。だとするなら、あなたが知って2番にしてんだったら平和村になる可能性はあるよね。3番、4番しか発言が残ってない状態だから。 ただ進むなら2番目線8白い B 点だったら8番白をけした上でさ、ね、3番4番が出てくるか出てこないかのせいでしょな、うんでわざわざ潜伏したんまあ15だった場合ってうのは分かんないけどさ引用だった場合苦にするだと思ってるよ7番のプレイヤーが発言します <laughs> うん6番さんに便乗するようで悪いけど、まあ24だったらなんか2の方が臭いかなって思った。うん、理由としてはまあ違うんだけど、あの8番3がね、八番さんが意味がわからない。あの8番さんっていうのは5番さんはアーマーなのかなって言って、あのね、まず俺も気づいてたよ、そんなアーマーなんて。うん、だけどそれ言うこと自体が村にないと思ってる。アーマーなんて村の側が全員触れないで、どうせ人狼側がこれアーマーじゃねとか触れて人狼は炙り出されんだから、触れなくていいと思った。 で、自分は済むらしいよ。うん。意味がわからない。うん。意味がわからないと思った。八番さんが、だからその発、発言が臭いことから二番さんが臭いと思った。うん。八番さん、だから、なんか、狂人っぽいかなって思った。うん、どっちかっつうと。うん。き、あの、怪しい発言をして、占い値に入る狂人っぽいように見えた。で、二番さんが、その位置で狼で、 3、4、どちらかに狂人がいると踏んで、出なかった、潜伏したけど、う、えーんと、なんだ、なんつうんだろう。あの、芯が確定しそうになったから出てきた狼で、あの、狂人っぽい8を囲いに行ったんじゃないかなっていう考察。うーん。でね、グレーで白いと思ったのがね、3番さんなんだけど、<laughs> ちょっと待って、ごめん、理由忘れちゃった。ただなんか、 3番さんの発言が白いと思ってしまったというところ。うーん、ごめん。はい。8番のプレイヤーが発言します。いや、あの、あの、村利ないって今言,言われましたけど、あのー、俺の盤面、俺がスムライ出た時って、まだ1番さんで騎士すらしてないんですよ。じゃあこの盤面から例能出さない意味ってあるんですか ?7 番さん逆に聞きますけど。 それで俺に殴ってくんのはしかも狂人よきですかだったら4万さん俺を占ってくださいよ。それではっきりしますよ。いや、違うか。ちょっと待ってね。今のおかしいな。まあ、ちょっと話変えますね。一番釣りましょうか。 あのー、5番が言う通り、俺がアーマーに弱してあげてんだから、1番さんって別に出る必要ないんですよ、新規してもね。あげきにすらいでしょ。じゃあ何がしたかったんですか。7番さんなんで1に触れないんですか。俺ばっかりに触れて。っていうとこですね。まあ、そうですね。どうしましょう。どこ積みましょうか。ゃあちょっと待ってよ。 いやー、ちょっと待って。一気になんか考察飛んだわ。いっぱい考えたんですけど、忘れちゃいました。すいません。9番のプレイヤーが発言します。はい。うん、あのー、まあ、6、7番さんの8番さんの叩きはちょっとどうかなというところがありましたけどね。うん、私はね、あのー、言う必要がないとか、そういうのは全然ないと思いますよ。8番さんが、うん、5番さんに対してアーマー云んとっていうのは、別に言う,言う必要がないってことはないと思います。 うん、それがね、すかしだどうかっていうのは、それは不当だと思いますよ、私はね。うん、言う必要がないって言葉はないです。はっきり言いますけど。で、今日ね、まあ、あのー、クロス占いするんだったら、占い者釣り位置じゃないですよね。なんで釣り位置言わないんですかうん、6 7んグレーの位置ですけど。 私とね、あの、八番さんは片代ですけど、まあ、我々の意見っていうのは、まあ結構責任が重いんでね、あんまり生半化な立場では言えないですけど、なんでついちょい言わないんですかねっていうふうに思いました。占い師の精査ばっかりしたり、八番さんに対してばっかりですけど、時間たっぷり残して切るし、 っていうふうに思いましたけどね。うん。まあ、私は決めてます。1番のプレイヤーが発言します。うーん。考察するんですけど、5番の取ろうとしてたことがあんまり理解できなかったかな。え、約束で、え、あんますることで、 保護できるんであれば、機種保護した方が僕は強いと思ってる派なんで、六七八九っていうのがほぼ反対意見だったから、唯一便乗した位置だったんですけどね。うん、グレーに関しては、ちょっと、まあ、わかりづらいですね。八番、八番っていうのが、着地点があんまり見えないなっていう感じは受けたぐらいかな。うーん、まあ、七番の視点で一番にヘイトが向かないのは、ちょっと違和感はある。感じしましたよね、僕も。 うん、感じじゃないやそれぐらいじゃないですか。2番が多分死んでも、狼でも潜伏する理由ってほぼなかったと僕個人では認識してますけどね。うん。まあ何かあるんであれば、2番さんを発言してほしいと思ってますけど。だから僕はね、2番のリセ予想にもなり得ないと現状は思ってますね。潜伏した理由がね。うん。まあ2番4番、まあ、考察聞いてどっちが死んかっていうのは、まあ2日目以降あ、しっかり精査していったらいいんじゃないですか。 クロス占いっていうよりもやっぱ僕は黒い血をめっちゃんと見つけてほしいとは思いますけどねなんかその安直にクロスっていうのがなんか弱いなって思ってます以上二番のプレイヤーが発言しますうん、潜伏についてはそこまで特に言うつもりはないですうん。でえっと霊能さんは出ないのかな出ないんですね じゃあ僕は7番さんを一本指定しようかなと思っている。7番さん、アーマーだって気づいてたって言いましたよね。じゃあ5番さんを偽だ偽だって言う必要ないんですよ。騎士。じゃあ24ランしますってダメだ。だから霊能がいないんだよ。騎士。騎士。じゃあ、 俺は5が2を守る、7が4を守るがいいと思っている。うん。3人騎士。マジか。わけわかんねえな。え、これ騎士ロラでいいのかな騎士ロラでいいならば、1番さんは結局じゃあ5番さんにアーマーしてもらおうと思って降りたっていう可能性を俺は終えると思ってたから、 うーん。5か7どっちか。まあでも5の新面もあると思ってんだよね。うん。7番さん騎士で5番さんアーマーだと思ってるんだったらなおさらにせって,て叩く必要ないよ。って思うんだけどな。まあ騎士ロラでいいんじゃないんですか 3番のプレイヤーが発言しますいや何言ってるんですけど、岸ロラじゃないでしょ。この場面っていうのは、全自以が露出場面だから、絶対霊能を出して、2か4の偽っぽい方を釣るで。で、2か4釣って、黒が出た場合っていうのは、あと1、5、7釣り切りで勝ちなんだから、えー、もう考察無駄になっちゃうんですけど、一番さ。えーと、どうしたらいいんだろう。だだから2じゃあ2 2だからら 普通に2から釣ろっかな。2番の、俺は、えっと2番の潜伏理由っていうのも納得いかなかったし、潜伏する理由も、えっと、わからない、正直。意味がないと思ってる。えただ、俺は7番が狼かなと思ってた。えっと、7番さんが1週目の考察の中で8番を強人に見たっていうのは正直納得いくんだけど、7番さんって、えっと2番が、 狼として、狂人、3、4の狂人に託したけど、出てこなかったから2番が出てきた狼だって見てるけど、託したっていうことは、7番視点さ、2番がエンドポジーかわかんないけど、ね、狂人に託すっていうことはさ、それを考察するなら、2、1か2、5に見えるはずじゃないのって思うんだけど、わかるかな ?2 番が狼で狂人に託したはず、 追えなかった人物だってことはさ、あの段階で騎士使用してたの1か、1と5でしょ狼が片方出てるから2番が託したという目線になるはずだから、それを言い切れなかったのがおかしいかなと思うし、1番とあの段階ですらしてたから、えどういう目線持ってんだろうなんか、謎だったんだよね、7番の考察すべてが、正直。8番強人っぽいなっていうのは分かったんだけど、まあ、ちょっと待って、2番からいきます。4番のプレイヤーが発言します。 はい、よろしくお願いします。えー、僕目線2から、えー、行くのは大賛成なんですが、うん、結局、あ8、うん ?3 の番以上になっちゃうけど、うん、あのー、出方についての説明は全くなかったですね。死んだったらそこはちゃんと説明するべきでした、2番さん。うん、といったところで。えっ、ー、と、1番さんのこの動きは、今ちょっと分かんないんだけど、うん、強人アペンなのか、よく分かんないんですが、うん、ったところ。<laughs> で、今日、うん、握ってくれるのはもう、 それで1人間確実に釣れるので、えで、だとこで、5番さんの提案なんだっけ、クロス越えのクロス占い、だよね、でしたよね、5番さんの提案。ご <laughs> めんなさい、猫がうるさいけど。うーん、で、に行きたいけどな、僕は人、人、人が見えてるんで <laughs>。 で、2番さんが気になったのは、うんと、175の時に一をなぜ外して7番ばっかり言ってたのかなっていうのが、そこはちょっと気になってます。<coughs> 強人でごしの、ご主人様っぽいのを釣たくないのか、わかんないんですが、うん。まあんなさね。精査、精査、精査、精査。で、7番さんは片白の8番さんに触れすぎかなって、えー、皆さんおっしゃってなかったですけど、うん。ちょっと触れすぎかなと思いました。うん新規市はちょっと見えづらいなっていう。 うん、ったところですかね、うん、まあ村目線ちょっとね、えー、と新規無四には要素が足りないと思うんですが僕は2位れますけど全プレイヤーの発言が終了しました私はただの石私はただの石私はただの石 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは二番二番の遺言を発表してください。青、三、えー、番さんの実態様相言っておきますね。三番さんは圧倒的におかしい。全人が露出ですよね。ええー、一二の精査間違って釣った後どうするの？ええー、二番を釣って白が出ます。 4番さんが人狼。えー、571に真が1人だけ。571の精査1回間違ったらアウトなんですよ。えー、3人の全人害露出盤面って普通3人のところを全部ーラして最後、えー、この場合だったら占いの精査をするべきですよね。うん。それが圧倒的におかしい。で、4番さんが おかしいのは、1を俺が除外した理由ははっきりと言ってます。1番が降りたのは、結局5番さんのアーマーに任せようという判断で降りた可能性が終えるとしっかりと言いました。それなのにそこを叩いてきてるところ、4番さんがおかしいです。で、相変わらず7番さんを偽で見ていますがうーん、どうすんの例の出てないのに、ね。クロス指示。 偽だと思われてる俺でもした方がいいんじゃないの ?4 番さんを守る価値ないんでね。偽だから。7番さん、5番さん。頑張って隠れている霊能を守ってください。真だったらね。5番さんは真だと思ってるから真剣に探してください。7番さん適当でいいですよ。夜が更けました。人狼に気をつけて。人狼の方はいはい。 そうですね。どうしましょう。4番かみます別などうかいます ?4 番かみます読んでいいですかあわかりました。うん、買いましょう。どうかみます。最悪呪縛も駆使して。3黒で出なきゃいいな。はい 1名の方が亡くなりました。4番、うん、のプレイヤーが発言します。はい、7番いきます。7番1番釣り切って終わりましょう。うん。じゃあんで4番守らないんですかあっ守りってあなた陣外だったらご守りしないっしょ。うん。こういうふうなのはもう見苦しいですよ。7番釣りますよ。えー結局あれ 二回四に礼のがいたパタ,ーンパターンとかだったらマジで困るんだけど。二、二が真、四が礼のとか、四が真、二が礼のとかなの、これ、本村。あのー、何考えてんの、二番と四番。じゃあもう七釣ってもらわないとピーピーになるよ、これ。あのさ、礼のは礼脳で出ろよ。占いはいで出ろよ。二が真で四が礼のってことこれ。七、陣外釣らないと負けるから、七番釣りね。うん。もう四番は守ってないんだから。 うん、まあ七番の偽がわかるでしょ。うん、私はね真ですからね。送ると思ったんだよね、四番は分からなかったから守りは入れません、ね、入れますね皆さん。七番つってください。以上です。六番のプレイヤーが発言します。<laughs> まずさ、例の出てこいよ。二番の色って必要だろ。お尻に置いても。二番がね白だった場合、七番がね黒くなるよね。 だって2番で7番一本指定してるわけだよね。じゃあ2番黒だった場合って2番8番に見えるだろ、個指定って。だから例の色ってここで見なきゃダメだろ。普通に考えたらさ。7枚、7個置いてね、17、ね、ロドラすればあなた視点勝てるって言ってるけどさ。<laughs> ねじゃあ2番4番が新旧だった場合ってさ、2本潜伏してるだろ。で、1番7番でどっちかが狼かもしれないしさ。ね。 そっちの色って重要でしょ。4番の地上だってあり得るわけでしょ。で、えの出てこい、マジで早く。出てこいよ、2番の色を落とせよ、村にマジで。村にかねえことすんなよ、マジで。やつくな。な、9番ってさ、な、7番が必死だったら6番、6番だろ。 話聞けよ。8番なんかに一切触れてねえからな、俺。2番4番のセンサーをして2番が二セしか唱えてないから、8番のセンサーはまず行ってない、ねえ。2番が2セットから8番、二、ね、番がローだとしても8番強めがあるかもしれないしさ、28ローローがある。でも2番4番にしか触れなくてねえ、4がさ、死んだとて唱えてる人物っなんで俺に入ってくるんだよ、お前は。話聞けよ。レーダーソース出てこいって、マジで。くそ者だな、マジで。7番。 のプレイヤーが発言しますいや、マジで申し訳ないけど、六番さん、ちょっと強弁はやめた方がいいと思います。本当に、僕が真の狩人なんですけど、五番さん守りの意図を言うと、五番さんが初週のあの位置で狩人として出てきたのは、霊能で狩人になって、狩人度ってかま、かま、えー、と、狼から噛まれる位置になることで、狩人に守ってもらおうという、あれなんじゃないかなと思って。うん。だから五番さん守っちゃったって、え、霊能さん、え、霊能五番じゃないのっていうところ。 え、だからシンプルに、ほら、5番じゃん、マジで、本当にさ。もう、ほらもゴゴゴゴゴ、もう、2号で、2ール2ール2号はもう、あんんない、もう。ほらね、ニクロじゃんだから、俺、白でしょ、もう。じゃあ、もう、1つって終わりでしょ、もう。だから、5番さん、なんでそれを言わないのって、マジで。え、てか、5番さん、ニクロで俺のこと、釣るとか言ってたのやばマジで。あ、俺も共鳴になってたわ。<laughs> ごめん、ごめん、ごめん。いや、マジでさ。 え、5? やっぱ、霊能だよね。はい。じゃあ、1つって、うん。5番、あ、2黒だったら9白なんで、あっても強陣で、うん、1つって8つって終わりじゃないうん。4番さん死んでしょ ?1 つって8つって終わりです。はい。ボクシングですよね。2番3黒なんだから。え、さすがに9番さんもここで叩いてこないよね。この6番さん3番さんは、うんどうだろう、うんちょっと待って、ちょっと待って、考えさせてる。ん <laughs> まず5は霊能死んじゃん。で、2黒じゃん。 で、俺目線。え ?1 は結局降りたのえ、盤面濁りすぎて分かんないけど、1降りたの ?1 臭いから、とりあえず1から行きたい。1つって8行きたい。うん。もう。じゃあ,あの、1で終わったらいいけど、1つって終わらんかった場合、8行くってちゃんと精査してくださいよ。あのー。 いや、精査しないのならば。精査しないんだったらもう喋らないよ。9番のプレイヤーが発言します。いや、喋らないよじゃなくてね、本当に。とりあえず、5、7、9ね。まあ、俺は強人かもしれないけど、基本白でしょでね、5番さんやっぱ出てくださいね、本当に。 騎士とか言うんじゃなくて、村を混乱させて、人狼を惑わせてして勝ちましょうって最初言ったけど、正直精査もクソもないですよ、これ、本当に。この盤面になって、やっとちょっと見えてきたってぐらいで、本当に今までの精査が無駄になりますよ、これね。うん、今日はだから、グレーの幅広いですよ、どう見ても。1、3、6、8でしょ この中に一郎っていうこと以外わかんないよ。一番さんは多少臭いけど。出方の状況でね。うーん、ぶっちゃけ発言精査うんぬん、これ。<laughs> 昨日の発言はあんまり意味がないですよ。この場面になってこんだけ見えたっていうぐらいじゃね。 あーみんなね、さっと回すけどね、まあしょうがないとは思いますけど、こういう状況だったら。うん、まあとりあえずね、まあ一番さんいきますよ。一番のプレイヤーが発言します。はい、えー、まあ一番釣るんであれば私も考察はしません。 ただ、やっぱり5番抜いた進行論っていうのは実、実際に実践してみても、あんまりメリットが見当たらなかったなって、まあ、9番の指摘がクリティカルかかるかなって、現状は思ってますかね。まあ、考察する気ないんであれば、あじゃあ私も考察しません。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、これね、5番さん新レーノーなんでしょで、2番さん黒なんでしょっていうことは、4が真で、9が白だから、確定白だから、 9度強人を追わない限りは、186を釣り切って勝ちっす。えー、なんで、2番が狼だったことから、まあ、7番はね、狼あるかなと思ったけど、それは申し訳ない。ただ、ね、俺の考察、昨日のね、通りに2番が狼だったっていうことは、あの段階で1とこに狼が出てたっていう考察になるから、1番がスライドして2番が出てきてるから、あどっちだっけ違2番が出てきて1番がスライドしてるから、だから2、1の狼が来いから1番3から釣ります。 でね、2番のね、たきマジ不当なんだけど、えっと、遺言がね、遺言がね、えっと、俺、えっと、2番目線ってあの段階で158にさ、二度で置いたってことあ、じゃあ157か157。ありえなくねだから俺が24の2分の1を狙って、2から釣りますっていうのは普通だと思うんですけど。ちょっとね、2番のね、思考。まあ、2番黒だったんだけど、ちょっと意味不明だなと思ってました。ただ、俺は投票先は4番。まあ、これ一応説明していい 4番に入れた理由っていうのは、4番って、2番が、えっ、ー、と、死んだとしたら、潜伏理由言わないのおかしいっていうのが、なんかね、死ん視点じゃないなと思った。4番。なんか、占い師の思考で、その2番が死んだとしたら、潜伏理由言わないのおかしいって、出てくるかな、普通って思ったから、4番偽かなと思って入れました。まあ、結果2番黒でしたね。ごめんなさい、4番さん。7番さんも。失礼します。 全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。一番。 6、絶対ないよな、ね。6例のだったら、やばいというレベルだけど、たぶ1番か4番 <laughs> 何してんのこれはい、発言します。まあ、皆視点で1番っていうのはどういう人外で落としてるのか分かんないですけど、まあ、5番で言ってた進行論に乗ってみようかなと思ったけど、あんまり理が分からなかったですね。結果5番っていうのは確定役職だから、僕ら確定してるんですけど、どういうとで言ってたのかが、あまあ聞きたかったのかなぐらいですかね。 うん、結局、査も何も進んでないですね。分からなかったっていうのが現状です。以上。夜が更けました。人狼に気をつけて、人狼の方は。<laughs> これは何,何なんだろう、まあ、?7 つって、うん。っていう、つけて8つするかな。はい。7、8つ。何これ4か1なのこれ。<laughs> これ4じゃないですか、多分。うどういう展開なんだろうね。狂人がいたら嬉しいね。ねまあ、ね、不思議ですね、これ。うん アルヤは1名の方が亡くなりました7番、8番のプレイヤーが発言します <laughs> で、俺が7冠内でなってるやん、俺も うーん、わかりません、ほんとに。ニクロニクロで、じゃあ2が狼で4が神ってことでしょじゃあ9は隠しろなんですけど。9は隠しろで、じゃあ4の占い師って多分俺だったと思うんですけど。 いやもうごいん9番のプレイヤーが発言しますなんか諦めるのが早いね本当にねまあ潔はいいけどねまあ今回はねそういう村なんだろうなみんな潔よく発言スキップして投票するっていうことでしょうんまあそういう人が多いよねまあいいと思います はい、まあ私は決めてます。はい3番のプレイヤーが発言しますえーっとね、今日は8番さんを釣ろうと思います。多分これで終わるかな。6番って苦、ね、労じゃないかなって正直思ってるんで。これは発言伸ばした方がいいですかね。どうなんだろうちょっと分かんないけど。<laughs> 一応伸ばすか。か9番さんさ、僕に入れてるじゃん、9番さんだけ。 あのね、一つ言っていいですか ?2、3ロー絶対ありえないっすよ。2、3ローで2ロー占服選んだってわけでしょ ?1 周目に。で、2番が出てきて、わざわざ出てきて、怪しい行動を取る必要ないからね。なぜかっていうと、2番の後に俺が控えてるから。だから2、3ローこれで完全に否定できますよ。9番のね、3入れは絶対おかしい。9番巨人なのって思っちゃったかな。まあ8番入れまーす。5番のプレイヤーが発言します。はい。 まあ、まあ俺はもう、ね、色は白しか出せないからね。試合が終わったら黒だからね。まあ、てか、普通に髪で見れば7番噛んだから8番で、8番諦めてんだから、8番28で見るのが普通でしょ。うん、まあ、まあ、イサインよかったんじゃないまあさすがに、強靭が残ってたら、え ?3 とか6に投票するのか、これ。うん。まあ、強靭がいてもまあ勝ちなんだから、8つって終わりましょう。村優秀だったっす。 うん、すごいね2番釣って8番も諦めさせてうん強かったね村が以上っす6番のプレイヤーが発言します。あのね一言言って3番8番ロダできない村が弱すぎる。1番があの番面でそらしてさオカミだった場合さ SR、ね、って戦えばいいだけの話じゃん。ね、え 別にニクロが出たとしても、俺が死んだから並ぶね7ね二七6 6ですね、とか言えばいいんだけど話してるよ、ね。一1が死んで、どうだったな1か、1266で。7番最強でやん。7番ら強知らんわ<あ>もう。4回いじちゃえ、これ。ね、9、狂人？もしかしたら、簡単に真っ白が目のこりだと思うんだけど、熱い。それ一1万分かってんだよ。どうするはレえの出なかったな俺もびっくり。なんでら6で出たのかと思って。 だから8は言ったんだけど、リハ8のローもあるのかなって思ってるからね、俺。うん。まず3番に唱えるよ。ね三3番って2番にいってるかもしれないけど、<laughs> ねねけど、投票って、あなた視点って4番に向いてるんだよね。わかるだから9番が言うね、3番投票がおかしいって唱えてるけど、 あなた視点っていうのは、最初の段階で、ね、2万4万だったら2万が2セット。でも3番投票。9視点ってさ、おかしいと思って当然じゃない 3,、ね、?3 番投票で二、ね、番2に行くっつって2セットあのて4番に票を書いてるから、あなた視点黒くたって当然じゃん。だから9番で3番投票してるんや、あなた強人ですかって言ってる3番も怪しいけどな。だから83ローラーすれば俺は勝てると思ったから8万から行こうとしたんだけどね。このロジックがわからないもらえば俺の刀。 僕のロジックはね、ある意味合ってんだけどね。でもね、例ので出ないやつがいるっていうね、そんなね、リアキョのね、これ悪いけど、リアキョっていうのを想定できないからね、俺たちもね。なんで出ねえのか悪いから。これちょっと悪いけど、狼の負けにはできないから、これ悪いけど。うん、だって、これだってしょうがないじゃん。これで3番と強人が負けたらだめじゃん。調さするのに申告で,できないレベル。立場終了。 人狼陣営の勝利ですごめんなさい。八神霊の